加藤陽子、満州事変から日中戦争へ、第2章、特殊権益をめぐる攻防。1、列国が承認していたのか。2、3の記憶。第一次世界大戦後、英米仏などの列国とともに日本は、ドイツとロシアの急速な体制変化を横目に見ながら、戦後の東アジアと太平洋をめぐる経済秩序の再編に取り組んだ。再編過程では戦前や戦中に日本が当該地域との間に構築した、政治的経済的地位もまた当然再定義を迫られることとなる。1920年代日本はベルサイユ・ワシントン体制と協調する道を選択した。しかし20年代こそはそれまでの日本の国家としての軌跡をいかに評価すべきなのか、実のところ為政者の間においてすら意見の一致を見出せなかった。大戦後には公式の帝国が認められなくなったが、それでは大戦前において日本の満蒙における特殊地位は列国の承認を得ていたのだろうか。満蒙における日本の特殊権利と特殊利益について果たして列国が承認を与えてきたと言えるか。この問いに答える過程で全く異なる3つの立場がある。1918大正7年から20年にかけて英米仏日間で話し合われた新4国借款談交渉を契機として日本側の過去の記憶は一気に洗い出され再検討を迫られた。交渉をきっかけとして生まれた3つの観点はいかに20年代を生き延び30年代に引き継がれていったのか。この問題を考えたい。遅れてきた帝国、遅れてきた帝国主義国家であった日本にとっては、韓国併合も南満州と東部内蒙古の勢力範囲化も東アジアにおけるその時々の列強、英米やロシアなどの同意と承認があって初めて実現可能であった。こうした近代日本の特徴を最も端的に指摘したのは三谷太一郎である。日本の国家的独立は一方では西洋からの独立を、他方ではアジアからの独立を意味したとし、日清戦争を脱亜の一段階、日露戦争を脱亜の二段階とする。11、明治44年の関税自主権の確立による条約改正の完成は、その当然の帰結と位置づけられる。明治も末年になって、ようやく不平等条約の執行を脱し得た日本に、次なる課題としてのしかかってきたのは、日露戦争で負った外債の重圧であった。その間、貸し手であった欧米列強の意向から日本が自由であったと考えにくい。不平等条約と外債の2つは、日本の外交政策を長期にわたり根本のところで規定しただろう。しかし、第一次世界大戦の勃発により、参戦各国の軍需やアジア向け輸出が急伸した結果、大戦時に15億1560万円の債務国であった日本は、18年の時点では2億8737万円の債権国に変貌を遂げていた。第一次世界大戦中から明確になってきた脱植民地化の動きや、公然たる帝国主義支配の終焉は、日本においても時勢の変化として認識されていた。パリ講和会議において日本は、山東権益をめぐる問題で中国から激しい非難を浴びた。だが同問題については、日本の対独講和不参加という決定的ダメージを回避しようとした英仏が、日中米韓の斡旋に動き、講和の条約の条文で言えば、日本は山東に関する全ての要求を貫徹させることができた。日本は戦後世界に軟着陸できたかに見えた。新四国借款談。しかし真の戦いはパリ講和会議そのものではなく、講和会議と同時にパリで進められていた。英米仏日の4カ国を代表する銀行団による予備銀行家会議の席上において開始されていたのである。大戦終結後の中国市場に対していかに国際金融市場が関与するのか、その借款条件が話し合われていた。そもそもこうした動きは18年7月、アメリカが中国に既得権益を持っていた列国、すなわち英仏日に、借款団形成を呼びかけたもので、アメリカからはウォール街の最有力銀行モルガン商会、日本からは横浜政金銀行などが参加し、各国の銀行団をまとめていた。当日の四国借款団は10年15月に成立した英米独仏の四国借款団と区別するため、新四国借款団と呼ぶ。借款団は2年以上の施行期間を経て、20年10月15日、ニューヨークで誕生した。中国を対象とした本借款団、一大国際投資機関の一つの意義は、ウィルソン大統領が衝動した国際主義的理念を、資本主義国家軍に軸に実現しようとした。経済版小国際連盟たるところにあった。中国の中央政府、地方政権に対する借款、政府の関与する一切の企業、事業に対する投資まで、およそ海外で募集される全てをこの機関が扱うことになった。しかし他方でこの借款団が第一次世界大戦後の中国を舞台とした英米仏日各国の国家的利益の
計算の上に立つものであったのも疑えない、言えない。アメリカは中国の門戸開放と主権尊重を謳うことで日本を牽制する一方、大戦で疲弊した英仏の既得権益が集中する長江流域へと経済的進出を図ろうとしていた。イギリスはアメリカ側の意図を見抜いた上で、すでに具体的進捗が見られる借款計画については、借款団の共通化の対象から除外できるとの重大な修正をアメリカから勝ち取った。この修正のおかげで日本も満蒙に関する鉄道借款の大部分を除外できることになった。列国からの承認、原敬内閣は第一次世界大戦終結に伴う講和問題への方針決定のほか、大戦と不可分に生じたシベリア出兵についての戦争指導を、臨時外交調査委員会、以下外交調査委員会と略すで行っていた。この時期の政府の外交方針は、伊藤美代子の残した外交調査会会議筆記や原敬日記からわかる。その原敬日記の20年5月4日の条には次のくだりがある。この日、新借款団の投資活動の範囲に満蒙を含めるか否かの問題、いわゆる満蒙除外問題について決着がついたと思われたことで、原は満足していた。この借款問題は随分長月日を費したるも、我においては満蒙は我が勢力範囲なりと漠然主張しに至るに過ぎざりし者が、今回の借款団完結にて具体的に列国の承認を得たることにて、将来のため我が利益を我利益を押しとも、陸軍などに根強かった満蒙地域全体の除外を主張する外活主義を退け、満蒙において条約もしくはその他の確実な取り決めに基づく既得権益のみを除外する列強主義を取ることで、英米仏との困難な交渉をまとめたとの自負が原にはあったのだろう。この時点で原が満蒙の特殊権益について列国から承認を取れたと理解していたのは明らかだった。しかし時代はそれほど単純だったろうか。具体的な石膏の過程を見る必要がある。借款団は20年10月に設立したが、前年5月11日パリで開催された新4国借款団会議において、英米仏のうち特にアメリカと日本側との意見の相違が明らかとなった時点にまで時間を遡らせて考えてみたい。日本代表は会議で日本は満蒙に地理的歴史的特殊関係を有することと、並びに諸国が全ての機会においてこれを承認したることを指摘し、当該地域において日本の有する権利、優先権は新借款団により除外されるべきものだと発言した。この発言に反発したアメリカは、日本側にアメリカ側は満蒙を除外するいかなる計画も容認できず、この点は英仏政府も同意見であると伝えた。伊藤の疑義。伊藤のような英米仏側の反応はいち早く外交調査官に伝えられた。19年8月7日の外交調査官における伊藤の反応は興味深い。伊藤博文系の官僚として、明治憲法をはじめ多くの法典の草案を執筆した伊藤、外交に自負のあった伊藤はいかなる反応を見せたのだろうか。伊藤はまず同年5月の時点、すなわちパリの日本代表に満蒙除外を訓練した時点で、自らが外活主義を善任していた日を告白した。それではなぜ外活主義を善任したかといえば、それは満蒙における我が特殊地位は、つとに列強の確固たる承認を与えおるものなり、との外務当局の説明に信用を置いたからだとして、外務省に責任を期した。だが特殊地位の解釈をよく考えてみれば、外務当局の所見必ずしも的確なりとは言えず、列国が承認を日本に承認を与えてこなかったのではないかと考えるようになった。こう伊藤は述べて、勢力範囲といった本来の国際法の原則からすれば、利義名分の正しくない論理を今更掲げて英米に対抗しようとするよりは、この際自由競争の精神を発揮し、これまで英仏の協力範勢力範囲であったような地域、例えば、渦中へと積極的に進出する気構えが大事ではないかと大胆な主張を行った。一連の伊藤の議論が重要なのは19年の時点で、満蒙に対する日本の特殊地位が列強から承認を受けているのかいないのかといった根本問題が、外交政策に関する最高決定機関で一から議論されていたという点にある。承認の最初の事例、抜本的な指摘を受けた内田康也外相は、翌週の8月13日の調査会に、答弁を準備せざるを得なかった。内田は列国が満蒙における日本の特殊地域を承認してきたと外務省が考える事例を読み上げたのである。この日の調査会は永田町の首相官邸で開かれ、返せる者に伊藤と内田のほか原首相、田中義一陸相、平田東介、犬飼剛、元田はじめの各委員があり、寺内正武元首相、加藤友三郎会長、後藤新平元外相を欠席した。
内田はいかなる証人の実態を見上げたのだろうか。内田は証人の最初の例として自ら外相として関わって自責を挙げた。12年5月当時、英米独仏の間で進められていた4国借款団に日本が加入する際、参加条件として、日本銀行団は本借款が、ゴーム南満州及び南満州に隣接する内蒙古の東部地方における日本の特殊なる権利及び利益を毀損するがごときなしとの了解のもとに本借款に参加するとの文言を、借款契約の議事録に留めたというのであった。政府レベルにおいても英国ほか、英独仏に対し、同年3月18日、本借款に関連する一切の事項が南満州において日本の有する特殊権利及び利益と何ら抵触しないと日本は当然期待するものである、と公文で通告したという。確かに劉邦は議事録に留められたし、公文もまた到着しただろう。しかし事実は内田の報告を裏切るものであった。日本の劉邦に対してロシアを除く英米独仏の4国銀行団は、自らは政治上の問題に介入する権能を持たないとし、日本の声明を容認または考慮できないと回答した。米独両政府の反対については第一章ですでに見た。特殊権益の意味。ここで日本側が劉邦を行う際のある種の決まり文句を検討しておく。日本側は南満州及び東部内蒙古における特殊権利及び利益の除外を求めていた。一見すると道義反復に見える特殊権利と特殊利益を併記するのは、二つの言葉が固有の意味を持って使われていたからであった。特殊権利と特殊利益の英訳はそれぞれ、スペシャルライツとスペシャルインタレスであり、両者は別の意味を持っていた。法律用語としての特殊は、名実ともに日本だけが占有する場合に使われる。よって特殊権利とは、主として条約、まれに既成事実によって認められ、他国には実際には、等しく適用されない日本の占有権と定義されできるだろう。それでは特殊利益とは何だろうか。国際法学者、忍淳平は次のような解説を加えている。特殊権利の行使の結果として、経済上、政治上、軍事上の施設、経営が行われたとする。その場合、国家にとってのその施設、経営の荒廃が、国家の政策上重要性を有し、従って相手国もしくは第三国がこれを侵害する場合には、国家の力、必ずしも武力とは限らないをもって、これに対抗しなければならないと考えられるほど重要な、施設、経営上に示された経済的及び政治的発展現象、これを特殊利益と呼ぶ。特殊権利と特殊利益、この2つを合わせた概念が特殊権益であった。特殊権益は英語ではスペシャルインテレスと表記され、特殊利益、スペシャルインテレスと区別がつかない。よって特殊権益を表現した場合、公文などでは特殊権利及び利益というように併記して表現していた。日本の特殊権益とは何かを厳密に定義すれば、名実ともに日本の占有や優先で認められた権利につき、日本が施設経営を実行したことによって、経済的政治的に発展を見た現象は状態ということになる。ここまで詳しく見てくれば、南満州及び南満州に隣接する内蒙古の東部地方における日本の特殊なる権利及び利益の留保が意味するものは一義的に見える。しかしこの場合でも、協議の解釈と抗議の解釈が可能である。最も狭く解釈すれば、南満州と東部内蒙古に日本が持っている優先権のうち、日本が施設経営したことによって、経済的政治的に発展を見た現象や状態については、借款団の事業の対象とはならない、ということになる。広く解釈すれば、南満州と東部の内蒙古においては、日本に優先権があり、その占有権、優先権を日本が施設経営したことによって、経済的政治的に発展を見た現象や状態については、借款団の事業の対象とならないということになる。協議に解釈した場合が、満蒙における特殊権益と言えるものを列挙して除外する、いわゆる列挙主義であり、抗議に解釈した場合が、満蒙という地域を特殊権益と考えて包括的に除外する、いわゆる外括主義に当たっていた。外交調査会の場で顕在化したのは、将来の新四国借款団について日本が留保をつける場合、列挙主義で行くのか外括主義で行くのかという点だけでなく、過去における列国の承認なるものの内実であった。イギリスは承認したか。さて、19年8月13日の外交調査会の席上に戻ろう。内田はイギリスが承認を与えた例の召喚に移った。1、1914年、南満州と揚子港の資格に弾が及んだとき、イギリスは日本の南満州における対する地位は、経済的以上に政治的利害関係にあることを了認した。2、15年、英国外務大臣は本田熊太郎参事官と当時対英中の石井菊次郎大使に対し、シナにおける日本の発展は当然の運命にして、ことに満州地方において叱る旨言明した。3、19年7月18日、英国外務大臣代理は、チンダステミ大使に対して、借款団に対する満蒙除外の不都合を鳴らす一方、
南満州において日本が特殊の地位を占めることをもちろんの義なる旨を言明した。4. 日露協約の度ごとに秘密協約の内容をイギリス側に内告したことは、日露両国の満蒙における特殊地位をイギリス側が両輪していたことになるはず。内田の挙げた例はイギリス側のさまつな言明を集めたように見える。伊藤もまたこの点をついていた。伊藤は4番目の事例、日露協約の内国問題を取り上げ、ロシアが消滅し、その後に誕生しつつある国家、すなわちソビエトロシアが勢力範囲を否定する事態となって今、旧時代の現地などをイギリスが前任し続けると考える方がおかしいと肉薄し、こうした言明は協定の廃止、つまり、すなわち紙くず同然だと述べていた。外務省は満蒙の特殊権益がイギリスの承認を得ていたと主張しているが、実際に確認すればイギリスは南満州に触れても、東部内蒙古については一度も言及していないことがわかる。また特殊な地位という場合も、日本の優先権や占有権を認めたものではなく、日本と南満州が地理的な近接性に鑑みて、特殊な利害関係に立っているとの認識を表明したものであった。19年の議論は日大よりは伊藤の反論に分があった。だが時代が下ると記憶も変わる。満州事変前においては現状への通風の土台を高めるためか、記憶が改変され、満蒙の外貨的除外が立国から認められていたとの記憶が語られるようになっていた。それは例えば、大連で組織された満蒙研究会が31年8月に発行したパンフレット、満蒙における日本の特殊権益からも確認できる。そこには12年の四国借款団契約に際しては、英米独仏の四国政府も暗黙の間に日本の主張を認め、満蒙の特殊権益を承認したのであったと書かれていた。2. アメリカ外交の目指したもの。アメリカは承認したか。内田は2019年8月13日の外交調査会の席上、アメリカの承認の事例も披露した。1. 1915年3月13日、いわゆる対価21か条要求に際して、ブライアン国務長官はその構文で、満蒙地方と日本国とは領地接続の関係により、特殊の関係を形成することは、米国の率直に認めるところと表明した。いわゆるブライアンノート。2. 17年1月、ランシング国務長官は日本大使に対して、シナにおける各国の優先権は承認することを与わざるも、満州は別なりと言明した。3. 17年11月2日、石井菊次郎特派大使とランシングの間で交換された公文による共同宣言、すなわち石井ランシング協定。まずアメリカが承認したとされる1の例を見てみよう。それまで英米にも比していた、いわゆる21か条要求第5号の存在を、15年2月20日、加藤孝明外相はアメリカ側に開示せよと中米大使に伝えた。第5号は要求、デマンズ項目ではなく、希望、リクエスト項目であったため、開示しなかったと弁明させたのである。1は、こうした日本側の説明を受けてのアメリカの反応であることに注意したい。ブライアンノート、確かに1を満蒙に対する日本の特殊地位を承認した事例だと、外務省が認識していたのも無理はない。ノートの内容は次のようなものであった。日本が中国に対して提示した第1号要求、山東問題の処分に関する条約案と、第2号要求、南満東門における日本の地位を明確ならしめるための条約案について、日本はアメリカは反対すべき根拠を有するが、領土の隣接によって日本がこれらの地域と密接、特殊な関係にあることは、率直に認めるとして、この点では問題を提起しないと述べていた。この時点で限れば、アメリカは日本が南満州と東部内蒙古に対して、領土切譲からする特殊地位に立つと認めていたと言える。当時の加藤外相も日本の対中要求項目のうち最も革新的な部分である、山東条約項と満蒙条項について、意外にもアメリカが抑制的な態度を取ったことに驚いていたほどである。しかし、この後に続いた展開を19年当時の人間が忘れてしまったとは思われない。2ヶ月後の15年5月11日、アメリカは中国と日本に対して、いわゆる不承認政策の行使とされる通帳、第2次ブライアンノートを送付する。アメリカは日華両国政府間において、すでに締結せられ、または今後締結せられるべきいかなる協定または約定といえども、いやしくも中国における合衆国及びその人民の条約上の権利を毀損し、中華民国の政治的及び領土的保全を破り、または通常、蒙古解放主義として知られる中国に関する国際政策に反するがごとき場合には、承認しないと通告してきたのである。3月13日のブライアンノートの趣旨は、5月11日付通帳で否定されたと見るのが自然だろう。3月から5月の変化は、日中問題を決定する主体が、ブライアン国務長官からウィルソン大統領に移行した変化に対応していた。
日本側が最後通牒を持って中国側に迫ったことに対する警告的意味を意図を込めて、5月11日の通帳を発出された。内田が読み上げた1と2の事例の顛末は以上のようなものであった。石井ランシング協定。伊藤がブライアンノートについては特に反論を加えなかった。以上の経緯が自明であったからだろう。伊藤が批判したのは3の石井ランシング協定についてであり、外務側は特殊利益を拡大解釈していると突いた。石井ランシング協定についての通説的理解は、第一次世界大戦に参戦するアメリカが、太平洋方面において日本との関係を改善する必要に迫られた妥協の産物、すなわち日米相互牽制の一時的な政治的妥協と見る。参戦するアメリカにとって太平洋の警備協力、物資供給の調節、極東情勢の安定確保などはぜひとも必要であった。一方、日本側は15年3月のブライアンノートをアメリカ側に再確認させ、日本は中国において政治的にも経済的にも優越なる利益を有しているとアメリカに認めさせたかった。しかし17年7月6日のランシング国務長官の覚書はこう書いていた。アメリカは日本が中国において政治的にも経済的にも優越なる利益、パラマウントインテレストを有していると延命することはできないと。確かに石井ランシング協定は中国における日本の特殊利益について述べた部分と、文庫解放主義原則を述べた部分からなっていた。特殊利益についての一文は次のようであった。合衆国及び日本国両政府は領土相近接する国家の間には特殊な関係を生ずることを承認する。したがって合衆国政府は日本国が支那において特殊の利益を有することを承認する。日本の所領に切除せる地方においてことにしっかりとする。領土相近接する国家云々は、モンロー宣言以来のアメリカの原則的立場であった。切除を特殊利益の基礎に置くことは、7年のペルシャ等に関する英露協約でも見られ、当時は一般的な考えであった。伊藤は、石井ランシング協定の等身大の姿を委員たちに説明し、同協定には特殊利益について述べた上記の一文の後に、特殊利益の解釈を限定した一節があったことを披露している。それは、シナの領土主権は完全に存在するものにして、合衆国政府は日本国がその地理的地位の結果、右特殊の利益を有するも、他国の通商に不利なる偏袒の待遇を与え、または条約上の従来他国に供与する商業上の権利を無視することを欲するものにあらざる旨の日本政府類似の保障に全然信頼するというものだった。特殊利益はあくまで地理的近接性から説明され、それは日本の優越権の承認を意味しないことが明言されていた。3、新四国借款談。交渉妥結。このように外交調査会において、石井ランシング協定などの意味について再検討がなされた後、日本は満蒙を外括的に除外しようとする立場をようやく変えた。伊藤のやりささかくどい説明は原敬を辟易させるのに十分だったが、内田の根拠なき楽観主義から政府の立場を現実的な対応へと変容させたという点では意味があったろう。事実20年3月2日、原内閣は英米仏政府宛に覚書を送付し、具体的に借款団の事業から除外されるべき、鉄道その他の既得権を列挙する方針に転じた。外括主義から列挙主義に主張を変えたのである。満蒙除外はなぜ日本側が望むのか、その理由についての説明も変えた。我が国防並びに国民的生存上必要だからというのであった。その上で南満州及び東部内蒙古地方において、日本の国防並びに国民の経済的生存に次第の関係ある事業については、国家の安全と自衛上放棄できないと主張した。列挙主義を取りながらも、その理由付けの部分でなお、南満、東部内蒙古という地域を包括的に除外しようとする最後の努力が続けられていた。日本と満蒙の関係の特殊性を治安維持からの説明に変換しようとしていた。それに対するアメリカ政府の20年3月16日付回答。日本の言う国家の自衛権は国家間の関係において世界が容認する権利であるから、特殊の声明は必要ではない。新借款談が日本の経済的生存または国防に背反する何ら施策を求めるもののあるべしと懸念するようなしとも述べていた。よってアメリカ側は列挙主義に転じた日本の姿勢を評価しながらも、借款談契約の対抗の無条件承認をなお必要に日本側に希望した。最終的にはアメリカのウォール街を代表するモルガン商会の事実上の主催者であったトマス・ラモントが、アメリカ銀行団と日本銀行団の往復書簡の形式で、日本側の立候補を明らかにする方式を暗示し、交渉は妥結した。20年5月11日のことである。その日本側訳文では3点を確認していた。1、南満州鉄道及びその現在の支線は、
同鉄道付帯事業たる鉱山とともに借款団の範囲に属せず、2、東南、熱火鉄道及び、と、江南、熱火の地点より、開港に至る鉄道は、借款団契約の条項内に包含させられるものとす。3、吉林、海寧、低下トン、江南、長春、海原、海流、吉林、長春、新民府、商店及び紙幣街、諸鉄道は、新借家団の共同活動の範囲外にあり、以上を考察すれば、日本側は東部内蒙古の留保を放棄したものの、江南、熱火線以外の列挙主義的な除外要求を全て認めさせたといえる。法典で南満州の特殊契約については、新4カ国借家団規約という形式で列国から承認されたという評価が成立する。荒高氏がその日記の20年5月4日の条に、今回の借款団解決にて具体的に列国の承認を得たることと記したのは、こうしたような点から言えば正しい認識だったと言える。陸軍中央の評価。しかし、英米は政府レベルでは一貫して借款団契約の無条件承認を日本に迫っていた。列挙主義による除外の承認さえ、アメリカ銀行団代表者、ラモントの名においてであった。さらに、ラモントと日本銀行団代表との間に交わされた往復書線にも、満蒙に対する日本の特殊地位を銀行団が承認したとの文書はどこにもなかった。そうであれば、外交調査団の調査会の席上、一貫して外交的除外を求めていた田中陸将など陸軍が、借款団交渉の結末において原と同じ評価を下していたとは考えにくい。事実、田中は19年8月13日の調査会の席上においても、新借款団問題については、我が帝国は脱退を落として満蒙除外を主張せざるべからず、また満蒙除外のこととある、単に特定の事項に言及すべきにあらず、よろしく地域を主眼として外括的に除外を請求すべきものと強く主張していた。田中は満蒙地域を日本の勢力範囲とみなすべきだと考えていた。参謀本部第2部などは、20年6月15日付の新借款団成立と帝国の対策で、新借款団に対する帝国財団加入の条件たる満蒙除外はついに列国の受け入れるところとならず、本部内に関する帝国根治の政策は全然失敗だとの評価を下していた。このように参謀本部の下した評価は原首相の評価とは異なるものだった。列国の立場。以上、4国借款団交渉の経過を振り返れば、満蒙における日本の US 的地位を認めさせようとした主張に対し、英米側は一貫して反対していたと言えるだろう。日本の US 性を認めることは中国の正当なる国民的感情の見地からしても許されず、中国における列強の利害関係の立場より見ても許されない。と19年8月28日の回答でランシング国務長官は述べていた。イギリスもまた日本は中国の隣国であり、その攻撃力からして、そもそも有利な位置に立っているのだと日本を説得した。その上で借款団契約第1条の具体的進捗状況によって、南満州に関する日本の既得権益はすでに認められ、安泰な立ち位にあるのだから、日本が地理的な勢力範囲的な発想に執着する理由が理解できないと疑問を呈していた。アメリカの回答は率直に語っているように、英米が日本の除外要求を政府レベルで一貫して認めようとしなかった理由は、中国への配慮であり、国際金融資本の次なる格闘の場である大戦後の中国における列強の利害関係にあったと言えるだろう。三つの立場。借款団交渉において、列国が満蒙における日本の特殊地位を承認したのか、しなかったのかという観点から、日本側の政治主体の捉え方を分類すると、三つになる。第1は原高氏と伊藤明治の見方である。2人は20年の四国、4国借款団契約以前において、列国は明治的な承認をしてこなかったが、今回初めて具体的に列挙主義による承認をしたと評価をした。客観的な国際情勢と願望を区別した冷静な見方である。また伊藤は勢力範囲の放棄はむしろ日本に有利だと見ていた。超高流域を支配するイギリスの犠牲の上に日米が成長すればよいというのであった。第二の立場は外務省である。内田外相をはじめとする外務省は、四国借款団契約以前の歴史、満蒙の特殊地位を列国に承認させてきた外務省の実績に自信を抱いていた。12年の六国借款団議事録への留保記載から始まり、15年3月のブライアンノート、17年の石井ランシング協定などの事例を外務省は、列国から承認を得た事例と解釈した。こうした考え方は、内田に限るものではなかった。
西ランシング協定締結に至る過程での元の日露外相の一連の訓練などを読めば、17年の時点でなお外務省が15年3月のブライアンノートをアメリカ側の承認と認識していたことがわかる。第3の立場は陸軍であった。陸軍は20年の4国借款談交渉を列国からの承認が消滅に瀕した契機であると捉えた。参謀本部新借款談成立と帝国の対策においては、12年の6国借款談交渉との際について研究している。旧大使借款談組織に際し、満蒙除外は当然これを外資的に明記する得ざりしといえども、なおこれを銀行団会議録にとやむるを得たるに、今回の借款談では無条件加入となってしまったと嘆くのである。満蒙地域の役種、各個が我が帝国の生存問題と考えていた田中のような人間にとっては、20年の交渉はあくまでも失敗として記憶された。4、不戦条約と自衛権、ワシントン会議。こうした3者の違いは、21年から22年にかけて開催されたワシントン会議において表面化しない。同会議では日英同盟条約を終了させ、太平洋方面における当初たる領地の相互尊重を約する英米仏日による4カ国条約が調印された。その他中国に関する9カ国条約、海軍軍縮条約、中国関税条約が調印された。9カ国条約の成立を機に、22年5月、アメリカは石井ランシング協定の不要となった旨を日本側に伝え、23年4月14日、同協定は廃棄された。このように列挙すると、日本に有利と見られた条件が全て消失していったかのようなイメージが湧く。しかし、アメリカの外交姿勢はハーディング大統領とヒーズ国務長官の誕生によって、19年のパリ講和会議時のそれとは変化していた。アメリカ全権ルートが提出したいわゆるルート4原則は、21年11月16日、中国全権首長機がワシントン会議の太平洋及び極東問題総委員会に提出した10原則を基礎とし、イギリス全権バルフォアの草案と ともすり合わせたものであった。ルート4原則は、中国側の用意した原案に比べて現状維持的な色彩が強く、4原則は同月21日の総会で中国に関する大憲章として採択を見た。4原則の中には安寧条項と呼ばれた項目があり、帝国の国防並びに経済的生存の安全が満蒙特殊利益に大きく依存するという日本のかねてからの主張に理解を示したものであった。各国は中国の既得権益を原則的に維持することで合意し、不平等条約の審議についての義務を将来的に負うものでもないとの解釈も確認された。ワシントン会議は東アジアの海域における英米日の海軍拡張競争に終止符を打ち、大戦後の中国に対する列国の経済進出競争についての最小限のルールを定めた。しかしこと満蒙については何ら新しい決定はなされなかった。国際金融資本のクラブとして英米仏日が一致して、再び中国にまみえる図式が成立したかのようであった。このように見てくれば、第一章の2節で言及した参謀本部第2部長の立川が論じていたような、ワシントン会議で満蒙権益を全部日本が放棄する事態など、事実の問題として起きていなかったことがわかる。自衛と不戦条約とのリンク。しかし時代は下って28年8月27日、パリで戦争放棄に関する条約、不戦条約が調印される時期になると、これまで英米からの承認という点では最も楽観的な観察をしていた外務省の中においてさえ、認識に変化が見られる。不戦条約の内容は、不戦条約が議論されるようになると、再び満蒙権益についての小説がなされるようになったが、その理由は、借款談契約において日本側が英米仏政府に対して提出した20年3月の覚書、すなわち5月の妥結前における最終覚書で主張していた満蒙除外理由と、不戦条約が密接な関連を有していたからであった。昨にも触れたように最終覚書で日本は、満蒙が日本の国家としての国防と、国民の経済的生存に関わる重大な場所であると説明していた。不戦条約の交渉過程においては、条約が成立したからといって、自国領土の防衛に限らず、在外自国民保護のためになされる軍事行動などは、以前と同様承認されるのだとの解釈で多くの国が一致していた。しかし、不戦条約と自衛権との関係をどう位置づけるかについては、英米仏日など、各国の見解にずれがあった。アメリカのケロッグ国務長官は28年6月23日付の覚書において、各国は何ら自衛の権利を制限されることはないとしながらも、
自衛権の中身については、攻撃または侵入に対して、その領土を防衛するのは自由だけであると狭く解釈していた。ケログは自衛権が国家に固有の権利であることは認めたが、自衛権の行使を主張する国は、国際世論と条約の締約国の前で、自分の行為を正当だと証明しなければならないとし、国際世論の存在が自衛権の主張に説得力を持たせるのだとした。イギリスの留保。イギリスは不戦条約第1条に留保を付した。英国政府は世界のある地域において防衛及び保全が、英国のため特別かつ近接の利害関係があることに注意を喚起せんとす。これらの地域の攻撃に対して防護することは英国にとりては自衛手段なりとして、明言は避けたが、エジプトとペルシャ湾についての行動の自由を留保した。日本においては人民の名においてという条約締結の主体をめぐる議論が政府通密委員会でなされたが、条約に留保を付さずに調印した。これはなかなか巧妙な措置であった。アメリカにはモンロー主義の原則があり、イギリスには特殊地域除外の留保があった。またフランスは既得諸条約についての留保を行っていた。多国間条約においては、各国政府の行った留保は、締約国全部に適用されるものと考えられていたために、日本はあえて留保をしなかったのである。在満権益権護擁護は自衛化。条約調印を終え、批准の直前に当たっていた29年5月、外務省アジア局第1課は、自衛権と不戦条約の関係を整理していた。エジプトとペルシャ湾についての留保をイギリスが成し得たのは、留保をしたのがイギリスだったからである。日本と中国の関係において、日本はイギリスのように振る舞えるのか、これは重要な問いとなるだろう。第1課は、自衛権についてと題し、3点のケースを想定して議論をまとめた。1つ目のケース。中国に在住する日本国民を保護するための出兵は、自衛権の発動と言えるか。この問いに対し、どうかは、学説上も実行上も正当化できるとの答えを出していた。2つ目のケース。満蒙の日本権益擁護は自衛権で説明できるか。これに対する答えは非常に興味深いものとなっている。右権益擁護が自衛権なりとは、自衛権に関する学説より、直ちに演繹し得ざるは明らかであると、まずはまとめる。そして、満蒙に対する日本の特殊権益が英米仏三国に承認せられたる以上、外権益のため適当な処置を講ずるは、帝国にとり自衛の手段たること、列国の承認を得たるものと、みなすをえべし。満蒙権益の擁護は、自衛権の学説上から無条件に正当だと説明できない。しかし日本の満蒙特殊権益が英米仏三国から承認されている以上、満蒙権益を擁護するための日本の措置は、列国から承認されてきたと言えるだろう。との二重の留保を付した苦しい説明をしていた。特殊権益については、英米仏列国の承認があるから、権益擁護の措置は自衛とは言えないにもかかわらず、承認が見込まれるとの判断であった。ここからは不戦条約締結というより新しい状況の発生によって、列国からの承認獲得の意味が、四国借款団規約とは別の文脈で、新たにクローズアップされてきている。三つ目、日本は満蒙権益のため治安維持に当たるのだと主張できるか。この問いに関しては、自衛権に関する通常の解釈では正当化できないと外務省は認めていた。地域を外圧的に捉えた勢力範囲の設定は認められなくなっても、国防と経済的生存を理由とした権益を列挙すれば認められた時代が20年の借款団契約の時代であった。しかし、不戦条約の適用範囲が各国で議論される中で、自衛権の中身がより詳細に論じられることになり、その結果、日本と満州の関係が、不戦条約との関係で再び定義し直される必要が出てきたのである。二人の外交官。さて、28年6月のケログ国務長官の通帳が発せられてから程ない頃、外務省内においては、日本の満蒙特殊権益について、英米などは果たして承認してきたのかという、原内閣以来の問題につき、異なる二つの立場が現れた。原や伊藤の味方、外務省の味方、陸軍の味方の三者のうち、まず分裂をきたしたのが、二つ目の外務省の立場であったことが注目される。日本の特殊地位は、過去も現在も承認されているとした外務省の楽観は、もはや全ての外交官には共有されなかった。例えば、有田八郎外務省アジア局長はその一人であった。東三省の支那本部よりの精神的分離問題について、で次のように論じる。日本が東三省に特殊利益を有すとの点につきては、従来各国に異論あり、今日まで各国としてはこれを承認したることなく、現に最近英国外相さえ、下院労働党議員の質問に答え、
A 国は日本が満州において何ら特殊の利益を有するものとは認めずと述べおるほど、英米などの列国はこれまでにも日本の満蒙特殊利益などを承認したことはないのだから、今日本が東山省を中国山部より、中国本部より分離しようとして圧力をかけたりしたら、9カ国条約違反となって大変なことになる、との懸念を表明した。現在承認をしていないというだけでなく、過去においても承認したことないという認識が新たに現れている。ハレアイ島の見解とも異なる辛口の評価であった。一方、中華講師、吉沢兼金吉は、有田とは全くイメージ、異なるイメージに立っていた。元来、満州に対する日本の立場は、日本のこの努力、日露戦争に対する報奨として、市内より主人の利益を提供したる次第なり、その結果、今日の特殊関係を生ずるに至るものにて、満州は日本の経済的生存及び国防上、日本には最も重要なる関係にある次第なるがゆえに、新釈官団創立の際にも右に関し列国の了解を得てる次第なり。吉沢は満州は日露戦争の報奨ゆえに日本との特殊関係を有すると見ていた。報奨だから列国からの承認も当然とする観点からは、外交交渉によって列国から承認を獲得しようとする意識を生まない。このように有田と吉沢の例は、先の3つの立場とは微妙に異なるものであった。昔は承認されていたが今はないという考える陸軍に比べ、昔もなかったし今もないという考える有田はより徹底している。日本の外交努力が列国を承認に導いたと認識する内田に比べ、満州は日露戦争の報奨と捉える吉沢はより徹底している。列国からの承認をめぐる認識には、為政者や政治主体の間においてすら、各も大きな認識のズレがあった。このような際が放置されたままで満州領有論が登場してくるとき、そこにはいかなる混乱が起きるのか、それを辞書で見よう。